ビリエ・シャルル・マーニュは、フランス、ペイドラ・ロアール地域県、マイエンヌ県のコミューン。ラバルから 19km、シャトーイコール・ゴンティエから 13km 離れている。県南部、マイエンヌ・アンジュワン地方に位置する。地名は、11世紀にデビラリーズ、1114年には、ビレル・カロリー・マグネと記されている。ビリエという地名は、ビラの一部を意味する、ラテン語のビラルに由来する。 シャルルマーニュとは、カール大帝がこの地を通過した可能性に由縁がある。シャルルマーニュはまた、ゲルマン語の人名カールから引き付けられた固有名詞なのかもしれない。ビリエ・シャルルマーニュは、シャルルマーニュの名を冠した唯一のコミューンである。ビリエ・シャルルマーニュは、サルトガーとマイエンヌ川の間に広がる、かつてボエリアの森の中にあった。カール大帝は778年頃ビリエにやってきた。 彼は、バスコン人反乱政抜の準備中であった。フランコンドリビエは、聖エルネに教会を捧げ、ビリエにいた、カール大帝との対話もしたであろう。ソースイコール1999年まで、LDH、イヘス、カジニー、2004年以降、INSEE 町には、イタルチメンティグループの子会社である、シマンフランセのセメント工場がある。ガス発電所建設が、 2000年代後半にコミューンによって計画された。計画はビリエ住民から抗議の声が上がり、最終的に2012年に資源の不足を理由に白紙にされた。ありがとうございます。